それで、この保坂先生が書いてくださいました。これ全部お読みになりましたか？ありがとうございます。本当に嬉しいです。ちゃんと読んでる。うち帰ってから読むじゃん。ちゃんとここで読んでくれるとね、これいいですね。本当にね、最後のページなんて私の悪口しか書いてませんから、本当にね、まあ、忙しい中をね、お城の中で非常に作ってくれまして、今度は七福神でございますが、最後の方に、引く引くっていうのがありましてね、おっとここはデスクロール師匠の出番でございます。どんな引くものがあるかという。この七福神、貸しカードも配りましたけれども、本調子と煮上がりという2つの2になってたわけですね。一文字左ですよ。ね、その煮上がりというのね、ね、煮上がりか調子がこう変わって、煮上がり、ね、1、2、3、4、5、6行目、引けや引け引け、引くものしなしな、これね、引くものの、引くもの尽くし、なんとか尽くしっていうのは好きなんだけど、なんかね、なんとか尽くしってことで、なんか引くもの尽くしになってるんですよ。様は際ずみ、様は際ずみっていうのは、これはまあ、ちょっとなんか、インテリとって申し訳ないですけど、昔の女の人たちがこう、ここのところね、こう、なんていうの、生え際のところで少し黒くこうやるんだそうです。そうするとおでこが背中で、そんなことしたんですね。それ際のにそれを引くってことですね。それから呼吸三味線を引くでしょ。で、篠の名前横を持ったのは雲がこうやって雲がなんとか引くってじゃないですかね。何を引くってね。雲がたなびくで、そこ引きお車っていうのは子供たちはござれ褒美書褒美書ね、そこお車を引く、それから子供たちには褒美書褒美書っていうのはなんかこうくじみたいのを引くみたいなことがね、褒美書褒美書ですよね。よろしいですよ。それからほつな引っ掛け、たぐら船引いてきた、たぐら船引いてくる、これも引く、これもあっていうね。それから、いざや若い衆、綱引く前は綱を引く、沖のかもめがパッと立ったは三人羽織、強い弓、四匹、弓を引く、四匹絞り、ひょうふっと、言うとせばっていうのは、これは、ひょうふっと、言うとせばっていうのは的を言うとすっていうことですね。それでまあ、いろいろあるんですよ。ね、浮き獅子にこれは波に揺られている的をこう打つと、何を思い出すんだっけな。ナスの良い地を思い出す。だからめでたいでしょって言うと、ごめんなさい、あとね、林よいちゃんはしてるんですけど、ナスの良いちゃんわかんないんですよ。ね、そういうふうにずっとあるわけですね。これでいいね、ここまでかな。ね、あ、まあ祇園殿の祭りでほら山鉾を飾って、これ山これ大きいの引くじゃないね。渡り拍子で引いてきた、拍子揃えて打つよ太鼓の模様になるほどなるな。山田の鳴子引けば、山田の鳴子、鳴るかならぬか山田の鳴子だから、そういうことです。五穀豊穣のイメージになるわけですね。引く感じってことですね。本当にそういう、引き尽くしでございました。七福神、古い曲でございまして、この本当に三味線と歌が一緒に、いざなぎ、いざなぎ。メル来るメルディのまんま、もう恥ずかしいぐらい、ね、だから最初の頃はこうだったんじゃないですか。桜桜ってことでしょ。要はね、それがだんだん引き歌いっていうものがだんだんこう引き歌いじゃなくなって、歌方と三味線方に分かれたことによって引き歌いじゃないようにできるわけですね。お歌のメルディ、三味線は三味線で、だから使った離れ度がうまくこうできるわけでございまして、その辺がまあ長唄の発展、だ最初はこういうふうにベタにくっついてた歌だったんだということでございましたね。次は越後石をこう聞いていきます。これ越後石もね、本当に越後石はもう本当にポピュラーな曲が一番有名な曲でも、今日は連続聴いていただきますが、19分ぐらいだったんですけれども、そのまあ連続やることは珍しいですけれども、そのあと林さんが入っている連続ジャンルも珍しいと思いますよ。越後石はあんまり演奏会でもやらないし、あまりにもポピュラーでやらないということですけれども、これは面白い、本当に面白い曲でございまして、まあこの、1、2、3、4、5、6、来るか来るかとってね、
浜へ出てみれば、浜の町かで眠れる。来るか来るか、その次が水田水仙。これが来るか来るか、ほら、ここは浜歌という。で、来るか来るかっていう1番。それから水田水仙という2番。これは返し歌ってことね。浜歌2回、2杯って言うんですから、同じメロディーを、歌詞を変えてやるっていうんですね。今の曲は全部当たり前じゃないですか。1番、2番、3番みたいな感じで。長唄とかっていう古典芸能ってずっと言うなれば1番じゃないですか。返さないでしょ、どこも返さないで、最初はずーっとこういうわけですね。ですけど、この返す部分を返し歌って言うんですね。そういうふうなことを言います。まあ、浜歌の返すのは、返し歌っていう、まあ、返し歌、返し歌、もっとわかりやすいのは、1、2、3、4、浜歌から、真空神宮も下座部をし、そこのあれですね、真空神宮なんたら、なんたら口大五段前五段前、おのが姿を花と見ていた。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10行目か9行目にしたら、おのが姿を花と見て庭に咲いたり咲かせたり、そこのおべさんに今こと言われてまりねまるず待ち明かすというね。これが、まあ、おのが姿という有名なところでございまして、越後獅子というと、ここのメロディーが、このフレーズが流行った。歌舞伎で越後獅子をやって、あの七変化の中で曲が流行ったら、おのが姿を花と似て、チューブが流行って、ここをみんなが見た人たちが標高峰で歌ったりなんか、そのこと耳につくところです。ここを2杯返し歌で、同じメロディーで、同じ歌詞で返し返すんです。ですけども、これは江戸長唄の特徴、長唄古典芸能の特徴でございまして、全く同じにはしないんです。はい、あのメロディーがね、特に歌のメロディーが、おのが姿を花と見てって同じことを2回歌いますから、2回全く一緒の節ではない。もっと言うと、口伝で言いますと、お客様にわからないように変えなさい、じゃあ一緒でいいんじゃねっていう話なんですけどそれがまたね、あんまり、ああそこ変えたなってわかるのはやぼだよということなんでしょうね。ですから、まあ、やり方が変わります。もちろんお歌の人を変えるのもありますよね。縦が一人で1番歌って2番目を脇の人が一人で歌えば節が変わったことになります。っていうこともやり方も変わる。でお林さんも多分違うことを打つのかもしれません。で三味線の方は1番目の曲は3人で本領を弾きますが、2回目になると私が少しあしらいを入れます。そういうことで三味線も変わります。でなんかそういうこういうところが長唄の面白いところ、古典芸能の面白いところ、必ず何か同じことをやったら何かが違うんですよ。うわ、俺、何が違うのっていうのがね、まあ、面白いところでございます。これがまあ、歌ってやるところの面白いところでございます。それから、その後、弾いていると、獅子の行目、下から 4行目、向小山の七九岳っていう、ここはあんまり向小山っていうとこはあんまりやりませんけれども、それで探しになりまして、おしまいと。いうようなことで、非常にたっぷりと聞いていただきたいと思いますが、低層さん、半田さん、シャンセン・ボグラーで、アゴハイさんもやっていただきます。その後に少し皆さんプレゼントを渡すというようなことでございますので、それでは、シャンセン・ボグラーで始めたいと思います。よろしくお願いします。